お疲れ様です、吉谷さん。なんかね、顔に元気がないとかね、それから漫画とかでまだだ、まだあいつは目が死んでいないみたいなね、まあ、そんなセリフがあったりしますよね。で、一般に死相が出るっていう言葉も、まあ、古くて使われてないと思いますけども、あるんですけども、私もね、死の直前の人物に今までね、何人かお会いしてきたところ、本当に共通して死相が出てるんですよ。あ、こいつはもうダメだなと、今日が多分最後になるだろうなっていうふうにはっきりわかるんですよね。で、やっぱり数日後にそういう人たちってみんな死んでますよ。でも、あ、良くなりそうだなとかね、まさにまだだ、こいつはまだ目が死んでいないっていう人は復活するんですよ。その時は元気がなくてもね。うん。まあそういった意味で、その、多くの人はね、そんな死の臨終のとこみたいな顔はしないわけですけども、表情っていろんなことを物語るんですよ。これはだから客観的な証拠というよりも、まあ、生きてきた経験から、まあ、浮き出てくる勘みたいなもんなんですけども、でもまあ結構当てになる勘だなと思いますね。人が死ぬ時って本当にね、死んでるんですよね、顔がね、うん、でもそれは病でどうにかなった時の死に顔ってのは、まあ復活することが前提のね、死に顔なんで、そんなに深刻にはならなくて済むんですけども、まさかと思う人がぽっくり死んでしまう時ってね、これはわかるんですよ。あれ、この人もこれ以上元気にならないなと、数日後はもういないなっていうのがピンとくるんですよね。まあそういったことがずっとあって、まあ私のね、会社の社員が死んでしまった時とかね、それから私の塾生が死んでしまった時とかね、やっぱりね、思想が出てるんですよね、まあ普段ふざけてちょっと元気がないやつに対して、お、思想が出てるよみたいなこと言いますけども、ああいうのは全然死ぬような顔じゃなくって、本当に思想が出ていたら言えないですよね、もうね、まあでも吉田さん元気になってよかったじゃないですか。やっぱりね、これ今ね、ナミさんもね、ちょっといろいろと考えてるみたいなんですけども、まあ、私たち一人で仕事をしてる者としては、病でね、突っ伏していると、まあ、はっきり言って動画も撮れないわけですよ。声も出ないし、なんせ気合も入んないし、頭も回らなければ、トークが冴えないわけですよね。まあ、そうなってくると、さすがに仕事ができずに売り上げが立たないんで、やばいなって思うじゃないですか。その時にね、私みたいな株式会社で社会保険をかけていると、傷病手当金っていうのが出て、普段の給料の3分の2はね、その健康保険の中から出るんですよ。傷病手当金っていうのでね。でも社会保険に入っていなくって、そもそも法人格を持たずに健康保険のね、国民健康保険でやってらっしゃると、これは待機障害なんですよ。そうなると特定の休業保険に入る必要があるんですよね。これはアクサダイレクトなんかでやってるんですけども、結構ね、割安でかけれて、万が一の時には3日以上仕事を休まなくちゃいけない時っていうのは、これはね、保証されるんですよ。それがね、1年とか1年半でもね、出続けるんですよ。これなかなかいい制度だなと思いましたね。あと、共済積み立てっていうのもありましたよね。これ私もね、今まで何度もね、お誘いはあったんですけども、軽く考えてやってなかったんですよ。この共済積み立てって、毎月1000円から毎月7万円までの間でずっと積み立てていくんですよ。で、その積み立てたお金っていうのは、非課税なんですよね。裏金です。で、それが貯まった時に、例えば年齢が60とか65とか70になった時に、その共済を退職金として受け取ることができるんですよ。で、ちゃんと、利回りもついてるんですよね。わずかですけど。プラス、いいのが、この共済積み立てって、いつでもね、それを借りることができるんですよ。で、自分のお金を預けて、その中から借りるわけですから、限度額っていうのは、その時まで積み上げた金額で、ね、決まるんですよね。例えば、120万積み立てていると、万が一の時にそこから120万借りることができるんですよね。で、返せなくても、積み立てがなくなるだけなんで、全然ね、ペイできて終わりなんですよね。そういう感じで、手元にお金を置いとくよりも、共済に積み立てた方が、利息もつくし、いつでも引き出せるし、で、お金を毎月毎月払うのがきつかったら、共済積み立て金をその1000円に戻せばいいんでね。1000円って結構誰でも払えると思うんですよ。普段は3万とか5万とか積み立てといて、あ、ちょっと資金繰り厳しいなと思ったら、それを1000円に切り替えれば、共済積み立て自体は続くんで、やっていけるなってとこですよね。まあいろんな制度があるもんですよね。
うん、まあ今回のタイトルはね、うん、思想が出ている、いやまだだ、奴はまだ目が死んでいないっていう感じになると思います。それじゃあ。